送局によると、100マイル、約 160.9 キロ長短は、昨年から60目レンジャーズ・ドジャース、日時間13日ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手は12日、日時間13日、4度コロチのレンジャーズ戦に、2番、指名打者で出場し、第1打席で2試合連続の17号ソロを放った。打球速度は 105.2 マイル、約 169.3 キロ。この2年間で、計61目のアーチだが、レンジャーズの地元放送局、バリー・サウスウエストによると、そのうち60が100マイル、約 160.9 キロを超えているという。大谷は、初回1試合で迎えた第1打席で17号を、右中間に運んだ。距離424フィート、約129メートル。打った瞬間の一発だった。レンジャーズの地元放送局、バリー・サウスウエストで実況を務めるデイブ・レイモンド氏は、悪くないですね。納得はいきますよね。ほとんどの選手より彼は、強い打球を打つことができますと語った。解説のデイブ・バレ氏は、常に、ほとんどの選手より彼は、強い打球を打つことができますと述べると、レイモンド氏は、先ほどの打球速度も 105.2 マイル、約 169.3 キロでしたと応じている。実に60、61が、打球速度100マイル超。今後も爆速弾に期待が高まる。フルカウント編集部。